ホトトギスガイ、学名マスキキリスタ潜宝シアは、意外目意外科に分類される二枚以外の一種。内湾のサデーテイに生息する小型、薄質の二枚以外である。和名は、野鳥の一種であるホトトギスと同様の縞模様を持つ、ことに由来し、本種も単にホトトギスと呼ばれることがある。本来は日本を含む東アジアの温帯域に、 分布するが、世界各地の温帯域にも外来種として、侵入している。生害は、拡張3センチメートル、体高、殻幅とも1センチメートルほどだが、拡張2センチメートル程度の個体が多い。貝殻は羅系薄質で、拡張は膨らむが公園は平たい。角表は、光沢のある、緑褐色で、赤葛色の縞模様がジグザグに多数走っている。 和名はこの島模様が、ホトトギスの胸の島模様に似ていることに由来している。殻の内面は、青白く、わずかに、真珠光沢がある。また、角氷の島模様も透けて見える。北海道から、九州、日本以外では、朝鮮半島、中国にも分布するが、世界各地の温帯域にも分布を広げている。これは養殖用に持ち出されたカキについた個体、または、 船のバラスト水に混じった妖精が移入先で定着したものと推定されている。内湾や気水域に生息し、長艦隊から水深10メートルほどまでの海底に生息する。アマモやコアマモなどが生えるモバ周辺の砂泥底や砂漠底に多いが、天石の下などにもつく。潮が引いた干潟でも見られるが、長艦隊下部の水たまりが残るような区域におり、 干潮の間に乾燥するようなところにはいない。また、四角は生息地付近の海岸に多く打ち上げられる。たくさんの足糸を出して、周囲の砂礫粒をくっつけ、直径3から4センチメートルほどの砂礫の塊を作り、自分の体を埋める。そのため潮干狩りなどで糸で繋がった砂礫の塊が出た場合は、砂礫をかき分けると本種を発見できる。 しばしば大発生することがあり、多くの個体が集まると、足糸と砂粒が絡み合って、砂底の表面をカーペット状に覆ってしまうことがある。また、若い個体は海面に足を伸ばし、浮いて移動することができる。他の二枚以外と同様に濾過接触植生で、デトリタスやプランクトンを海水と共に吸い込んで食べる。主な天敵は、沿岸性の魚や大型甲殻類で、 冷た貝や、姫ラクなど、肉食性の巻貝にも捕食される。分布域の内湾ではよく見られる貝だが、小型のために本では食用にしていない。中国の塩山地区では、タイバジルと一緒に炒めて食べる。大発生しカーペット状に固着した場合は、同じ砂地に生息するアサリなどの二枚貝が窒息死してしまい、漁業面で大きな被害を与えることがある。 またカーペット状に固まった砂地は、市場藻類などが生えやすくなる。ヤマホトトギスマスキュリスタジャポニカ貝殻は、ホトトギスより前後に細長い。本州中部から東南アジアまで分布し、水深50メートルまでの泥底に生息する。ホトトギス貝ほど密集しない。ノジホトトギス M パーフラジェリスホトトギス貝より小型で、半紋が不明瞭。本州中部以南に分布し、 水深20から100メートルの泥底に生息する。ありがとうございます。